こんにちは、アリチンチャンネルです。今回ですね、卵飛行機シリーズの0戦を紹介したいと思います。はい、これですね。じゃじゃーん。おー、かわいい。0戦です。おー、いいですね。0ファイター、0戦。はい、長谷川のプラモデルですね。キット。おー、いいですね。はい、出来上がりはこうなります。かわいい。卵飛行機。いいですね。はい、すいません。さあ、アリチンが今まで0戦のプラモデル作りました。これタミヤですね。長谷川ではなくてタミヤ。で、あと、はい、これもマネットです。0戦のマネット。似てるんですね。おー、いいですね。では今回は0戦の卵飛行機です。イエーイ。早速開けましょう。はい。おー、あ、ベース色は黒ですね。全部。パーツは少ないですね。全部色。おー、あとデカです。おー、いいですね、デカールは。おー、はい、あとは、はい、説明書です。作り方、非常にシンプルですね。おー、これでつけて、はい。まずボディをつけて、あとは翼などをつけます。で、はい、これで完成させますね。おー、いいですね。はい。おー、トースは2種類ありますね。まず、はい、これはグレーです。あ、はい、緑ですね。で、あとはこれはグレーです。カードグレーです。これなんと色ですね。133ではなくて35。はい。アリチンはこれの色に。プラモデルと同じ色にします。これですね。2番もところ。で、今回使う予定のは、はい。じゃあ、17番、ガルグレーです。そう、プロペラはシルバーですね。これ見ると、シルバー。エンジン周りはそのまま黒で維持します。で、あと、はい、全部下も同じ色ですね。では、じゃあ、はい、パーツです。おー、いいですね。これから、これ、全部組み立ててから、塗装します。一応、はい。では、今からちょっと、組み立てます。はい、じゃじゃーん。機体の組み立ては、できました。まだエンジンの部分は、搭載してないんですけども、はい。実はですね、色は黒じゃなくてダークグリーンですね。もうそもそも。まあこのままだと、こっちのダークグリーンの模様では使えるけど、ただアリチンはこれが白い0戦を欲しいです。だからこれを、はい、作りたいと思います。はい、今からちょっと塗装します。すべてその、はい、ガルグレーで塗装して、はい、その後エンジンを取り付けます。おお、いいですね。おお、かわいい。はい、これのマグネット。はい、いいですね。では、これから塗装します。はい、じゃじゃーん。塗装ができました。おー。はい。おー。はい。ボディが塗装ができてよかったです。おー。綺麗ですね。はい。同じぐらいの色です。これもちょっと違うけどね、色が。いいですね。はい。では、この、はい、0戦を作りたいで、今から最速で立てをしたいと思います。その間に、プロペラも塗装しました。はい。あと、はい、もう、ギアもどしどしました。あとは取り付けるだけですね。はい、ギアも。では今からエンジンのところを作って、組み立てしたいと思います。いいですね。では少々お待ちください。はい、組み立てが完成しました。いいですね。かわいい。これも回せます。いいですね。はい、ではじゃあこれからデカール貼って完成させます。いやーい、では少々お待ちください。はい、完成しました。ゼロシーンです。かっこいい。はい、全部きれいにできました。結構まあ組み立ては簡単です。ちょっと当初が結構苦戦して何回かちょっとやり直してますけども、まあ、はい、よくできてるです。いいですね。はい、今回エンジンが、今回再現したのはこれですね。はい、クボ、クボに配属するゼロシェンです。はい、オリジナルのプラモデルはこれですね。じゃーん。卵、飛行機と実物プラモデルです。いいですね。それなりに近いですね。やったー。かわいい。はい。機体番号は、155ですね。こちらにも機体番号をつけます。はい、155。では、今からターンテーブルで展示したいと思います。はい、卵シリーズのゼロシンです。かわいいですね。では口ジュラまで展示したいと思います。はい、ゼロ戦です。卵飛行機です。今滑走路にいます。これから離陸します。かわいいですね。はい、ということで以上です。アリシンちゃんでした。今回は卵飛行機シリーズのゼロ戦を紹介しました。はい。箱根は、緑ですね。今回はアリシンが作ったのは、はい。じゃあ、グレーの方ですね。かわいい。全部塗装し直しましたですね。黒にあって、あとグレーです。ギアも全部統一してかわいいです。これははい、シルバーですね。プロペラとエンジンはグレーですね。ナチュラルグレーでちょっと見えないですけども、結構かわいいよくできてる。よかった。はい、いいですね。かわいい。じゃあこれからはい飾ります。はい、ということで、はい、チャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。